みんなね泣くんですよ。泣いちゃうんですよ。視聴者自身の体験を引っ張り出してるわけですね。あんまり漫画では見たことがない手法ですね。このような映像効果をですね、クレショフ効果と呼びます。えー、早々のフリーレンの話をしたいんですけども、まああの、1話と2話の真ん中ぐらいまで、 ネタバレになるのかななので、あの、ネタバレが嫌な人はですね、ちょっとあの、フリーレンを見てからですね、あの、見ていただくのがいいと思います。 えとね、おとついのね、水曜ロードショーで1話から4話を一気にオンエアして、もう今、ネットフリックスでもアマゾンでもですね、1話から4話見れるんですけども、見ました。で、えー、以後ですね、毎週金曜日の23時にテレビ放送ですね、深夜0時に配信というペースになるみたいですね。で、2ークール連続放送なんですよ。だから、これから半年間ですね、毎、まあ、週フリーレーン見てですね、まあ、金曜日はみんな泣くっていうですね、週になりそうです、ね。みんなね、泣くんですよ。 泣いちゃうんですよ。で、なんでかというと、エモさというかですね、もう本当に泣ける方に、エモい方に振り切った作品なんですよ。で、あの、あとでちょっとあの、限定の方と比較するんですけど、無色転生ってね、泣けないんですよ、これが面白いことに。えー、っと僕はね、高畑勲が作ったお粗末さんって呼んでるんですけど、無色転生のことは。だから、泣けないんですよ。面白いんだけども、 何とも言えない感情が上がってきて、うーんってなるのが、その無職転生で、フリーレンっていうのは高畑勲作んじゃなくて、まあ、あえて言うのは、まあ、宮崎駿ですね。ナウシカでありカリ、カリシロ、王道のですね、なんだろうな、エモい作品なんですよね。で、ありながらナウシカとかカリシロっていうほどベタでもないのでですね、 もうこの辺のね、バランスがすごい素晴らしいんですよね。で、僕があの、そもそもですね、想像のフリーレンのアニメ自分が見ることになるとは思ってなかったんですけども、なんでかというとですね、漫画原作のアニメって基本的に見ないんですよ。あの、漫画を超えるアニメの、 など、稀だと思ってるからですね。だから、推しの子も、鬼滅の刃も、あ、ちょっと面白いなと思ったら漫画の方を読んでですね、あ、漫画の方が面白いじゃんと思って漫画、結局漫画でずっと読んでるって言うんですけども、ワンピースもですね、僕は漫画の方で読んでるのでですね、そこからアニメにしたらですね、どうしても一段落ちるなとかですね、それをですね、あの、なんだろうな、えっ、ー、と、映画というかですね、にしたらですね、あなんか面白いんだろうけども、俺が漫画読んだ時の ワクワク感にはなかなか届かないなと思って、まああんまりその漫画のアニメ化っていうのはですね、えー、見てないんですね。しかし、稀にですね、映像化がですね、漫画を超えてしまう場合っていうのがあるんですよ。そういう場合僕映像も追いかけます。例えば、キングダムとかですね、えっと、まあまあまあ、あの、あれはですね、ま、あの、やっぱ漫画では表現できない肉体感があるんですね。あと、進撃の巨人もやっぱ漫画よりアニメの方を やっぱ楽しみにしちゃうんですよ。なんでかっていうと、その、漫画ではちょっと説明しきれてない部分を分かりやすくて、でドラマチックに積み上げてくれてるからですね、こう漫画よりちょっと面白いなとついつい思っちゃうんですね。だから、そのキングダムとかですね、シン・の巨人っていうのは映像の方を追いかけてしまいますね。まあまあもちろん漫画も読むんですけど。で、早々のフリーレンはですね、まず漫画が面白いんですよ。えー、でも、アニメの方は、 えっとね、漫画と違う演出法をとってて、そっち僕気に入ってるんですよね。で、早々のフリーレーンを、まあ知らない人のためにちょっと説明するとですね、中世を舞台としたファンタジーです。えー、フリーレーンっていうエルフの女の子たち4人のパーティーは、ついに魔王を倒してですね、世界に平和が訪れたと。で、主人公のフリーレーンはですね、年齢1000歳を超える、 エルフなんですけども、彼女にとってですね、冒険の仲間たちっていうのは、寿命がたかだか100年ないような人間しかしでしかないと。だから、10年間一緒に戦ってきたけど、よく覚えてないという存在なんですね。だから、その、冒険が終わった時にですね、フリーレンは他の3人の仲間と、別にあの、なんだろうな、えー、な、別れが惜しいな、みたいなこともなくですね、すぐに別れてしまって、その後ですね、趣味の冒険を延々続けてるんですね。 で、50年経ってですね、フリーレンが久しぶりにその仲間3人と再会するんですけども、その人、うちの一人ですね、勇者のヒンメルは再会したとすぐに死んじゃうんですよ。寿命で。寿命で死んじゃうんですね。で、ヒンメルの葬式でですね、なぜかフリーレンが泣いてしまうんですね。それがですね、えー、と、単行本1巻のですね、30から31ページのこの流れです。えー、お城が映ってですね、 まあ多分葬式の会場でですね。で、えー、お坊さんですね。僧侶がですね。えー、まあまあ、言葉を読んでいて、勇者ヒンメルが若くてイケメンだったやつがもうじいさんになってしまって死んでるんですよね。で、えー、ヒンメルは幸せだと思うっていうふうにですね、僧侶が言うと、そうかなっていうふうにフリーレンは言う。フリーレンはかつての仲間が死んだことにですね、<laughs> 戸惑ってるんですけども、この ここの部分の表示を見ても、あの、悲しんではいないんですよね。これ30から31ページです。次、32から33ページの流れです。ところがですね、そう、あの、葬式の参列者がみんなこう悲しんでるんですよ。で、あの子、なんか、ヒンメル様は死んだのに悲しんでないとか言われて、白状だなと言われて、唖然とするんですね。ええー、っていうふうに言われて、はあ、私悲しんでない。 だって悲しむほど知らないしというふうに思っている。で、いろいろいうふうに言われてですね、えー、何も知らないし、たった10年だしっていうふうにですね、こう、あ然とするんですよ。この時もやっぱり悲しんではいないわけですね。表情を見ても、悲しみの表現とか書いてないんですよ。で、ところがですね、この後でですね、お葬式になってですね、 あ、違うんだ。えー、これを言われた後ですね。この続きのページだ。えー、何も知らないしっていうふうに話した後、やっとそれでフリーレーンは回想シーンに入ってですね。これいい、1ページの上半分だけ回想してます。回想して、で、その、えー、ヒンメルの後ろ姿を思い出して、えー、人間の寿命は短いって分かったのにもっともっと知ろうとしなかったんだろうってことで、ちょっとここで泣くんですね。で、 これですね。あの、まあまあまあ。漫画でも十分にエモいし、これでこう泣ける人はいるんですよ。しかしですね、これあの、アニメではね、全然違う見せ方してるんですね、えー。僕、このアニメの見せ方がすごい面白かったです。これね、同じシーンですね。葬式のシーンです。葬式で参列者から白状というふうに言われてるんですね。フリーレン。でも別に悲しくないんですよ。ところが、口のアップになります。口がパッと開きます。この閉じてる口が、 パッと開くんですね。何かに気づくんですよ。そうするとカットが急に変わって、金がこう、カーンカーンと動いてる。でも音がしないんですね。金が鳴ってて動いてるんだ、金が鳴ってるらしい動いてるんだけど音がしてない。そのまま無音のまま次のカットでですね、えー、城西塞都市の外側にですね、どうも人がいると。これどうもお葬式らしいと。 えー、まあ、あの、都市の中でですね、人が死んだらすぐに外に移さないと、病原菌とか広がったり、疫病の原因になったりするので、人が死んと街の外の墓地に移されるんですね。その墓地にすごいあの大きい塔があって、この塔の上に金があって、それがどうもなっているらしい。で、金がカラーン、カランとなっていると。で、墓り妊婦がですね、その、 花でいっぱいですね。勇者ヒンメル様の棺、綺麗な棺にですね、お花がいっぱい飾ってあって、その上に無情に土をザッザッとかける。音だけがすると。で、カット変わってですね、えー、この墓の中から見た映像ですね。えー、墓掘り妊婦がですね、えー、土を上からかけると。で、周りの人も泣いているわけですね。周りの人は泣いてるんですけども、フリーレーンはここでうつむいている表情が見えない。 というシーンです。だから、これね、うまいのはやっぱり、金が動いてるシーンは無音で、ロングになった瞬間に金の音と、次はザッザッっていうですね、土を掘り返す音で、土をかける音だけさせてるんですね。で、ドサッという土がかかる音してると。で、えー、三列車は泣いてるんだけど、やっぱりフリーレーンはうつむいてるだけと。 で、フリーレーンの、この後ですね、涙がどんどん溢れて止まらないというシーンになります。で、このシーンの演出を、まあ、野暮ですけど説明すると、あの、僕らの普通の生活を考えてみるとですね、葬式で泣くかって言ったら、案外泣かないんですよね。もちろん、葬式で泣く人いるんですけども、大体の人って、 ちょっと泣けなかったりして自分は冷たいのかな、白状なのかなというふうに思ったりする場合が多いんですよ。だから、あの、で、泣くのは案外葬式の後をなんかちょっとしたきっかけだったり思い出したりするっていうことが、まあ、それが普通なんですよね。だから、フリーレンのあの人のことをよく知らなかったから泣けないという気持ちに、実は視聴者は共感できるんですよ。で、漫画の場合は漫画内の 感情だけ書いてるからフリーレンの感情を書くんですけどもアニメの場合見ている人の共感を呼ぶためにですね見ている人の記憶とか経験をたぐり寄せて世界に引きずり込もうとするんですね漫画というのは能動的なメディアで自分で買って手に持ってページをめくって読むから最初から姿勢がアクティブなんですよなので登場人物の感情に潜り込もうとするっていう意志が 最初から読者の方にあるんですけども、アニメのような映像作品っていうのは、ほっとけば目を離している隙にもどん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 画面が進んでいって、ストーリーが進んでいっちゃうからですね。どうやっても漫画より客観的にならざるを得ない。そのために作った仕掛けが、まず、その、なんだろう、泣けないっていうことを共感させるために、視聴者自身の体験を引っ張り出しているわけですね。で アニメの視聴者もですね、まあ、はっきり言って第一話で出てきたキャラクターが死んだとか葬式って言っても思い入れがないので泣けないに決まってるんですよ。で、この日常生活での葬式で知り合いが死んだのに泣けなかった、親が死んだのに泣けなかったって思い出が物語内でのフリーレーンへの共感につながるわけですね。で、これはね、やっぱあの、あんまり漫画では やったことを見たことがない手法ですね。葬式ではなくないというワンクッションを置いて、なんでフリーレーンはここでハッとしたのか、ここで無音なのかですね。ここ,こを強調させたいからですね。あの、金のアップでは音を聞かせず、墓地に行ってから音を聞かせると。同時に墓掘りの土を掘る音、土を投げ込む音だけを聞かせると。 で、この音でフリーレンはやっとヒメルは死んでもう会えないんだというふうに理解すると。で、葬式っていうのはそもそもあの死を受け入れる儀式、親しい人の死んだということを受け入れる儀式なんで、無意味な儀式で当たり前です。無意味な儀式に長々と立ち会うことで人はその死を受け入れることができる。これが葬式の本式なんですよね。で、フリーレンも同じく、彼女も同じくですね、その意味のない葬式、意味のない説教、 で、鐘の音で、土、棺に土をかける音で、やっと、あの、かつて一緒に冒険したヒンメルドが死んだということを受け入れることができる。こういう演出になっているんですね。まあ、割とあの、演出的に高度で、僕はあの、漫画よりここら辺は上手いなというふうに思います。えー、しかしですね、次のシーンですね。このシーンに続いてですね、フリーレン、さらに高度な演出法で、ちょっと僕らを泣かせに来るんですけども、続きは限定の方で話そうと思います。 なんだろう、演技者が無表情でも観客はその表情に勝手に悲しみとかを見てしまうというですね。これあの、このような映像効果をですね、クレショフ効果と呼びます。これはあの、ロシアのですね、まあソ連になる前かな、のですね、あの、えー、映像作家が見つけた方法なんです、あの、効果なんですけども、これですね、クレショフ効果で、まあよく出てくる画像がこれです。えー、無表情な男と死体、子供の死体を交互に見せると、 この男は悲しんでいるように見える。無表情な男と湯気が立っているスープを交互に見せると、この男は食欲に動かされているように見える。次に無表情な男と誘惑する女の写真を交互に見せると、この男は欲望を抱いているように見えるっていうですね。あの 一般的にモンタージュ理論とも言われるんですけども、モンタージュっていうのは映像を編集するという意味なのでこう、映像を編集してこのような心理効果を出すことをクレショフ効果っていうふうに呼びます。で、宮崎駿はですね、このクレショフ効果が、まあ今のうちに言ってきますけど、大嫌いなんですね。宮崎駿はこういうのが大嫌いで、そうじゃないと。えー、宮崎駿が好きなのはですね、こういう、こういうやつなんですよ。これあの、ラピュタのドーラバーさんなんですけども、 あの、ドーラが一人ごと言いますね。余ってるんじゃないよそういうことはね、自分の力でやるもんだっていうふうに、あの、パズを叱った後、んその方が娘が言うことを聞くかもしれないねっていうふうに、一人ごとを言うシーンなんですけどもですね。これ、あの、 演技つけてるわけです。ね。キャラクターに演技つけて、ドーラがどんなキャラクターかすごいわかりやすくしてるんですよ。さっき話した通りですね、観客、僕らが泣くのはですね、まあ、実はこのクレショックオファカーというのが大きいと。つまり、映像の並べ方によって勝手にキャラクターが悲しんでるというふうに解釈しちゃって泣いちゃうという部分が大きいんですけども、まあ、悲しくなるのは当たり前なんです。今回の動画はいかがでしたでしょうかご意見や感想はコメント欄までどしどしお待ちしております。